おはようございます。特別定額給付金のことについて動画をアップロードしてね、再生回数が今77になったところなんですけども、ここでねコメントが1件つきましたんで、ああこういえば気づきがありましたんでね、ちょっと別の動画でこうやってお話しさせていただきます。まあ、どんなコメントがあったのかというと、まあ、特別定額給付金は出ないなっていうことなんですよ。この政府に期待しても無理っていうふうに書いてます。本当にその通りだと思います。おっしゃる通りなんですよ。だから私はねこの活動をしてます。どういうことかっていうと、政府に期待しても無理なんで、政府を動かす国民の力に私は期待してます。いかがですかねこのロジックは。私本当にそう思ってるんですよ。政府にほっといたら、政府に任しておいたら変な方向行っちゃうんで、私たちがね声を上げて誘導していかないといけないんですよ。残念ながら上げていくべき声がまだちっちゃい、誘導するべき声がちっちゃいんですよ。これがね20年前とかでインターネットがなかったらしょうがないですよ。声を上げる方法がないんで。でもね、私たちは発信する力が今与えられてるんですよ、インターネットってもので。みんなスマートフォン持ってて YouTube 見れるじゃないですか。で YouTube 見たらコメント機能があるんですよね。であとは官邸にメールもできるし電話もできるんですよ。声を伝えることができるんですよ。だから私はここに期待してます。必ずしもねこれねコメントを書いた王ちゃんさんですかのことを否定してるわけじゃなくて、むしろ肯定なんですよ。同じです。政府に期待しても無理なんですよ。だから政府を動かせるような国民の力に私は期待してるんですよね。それがどうしても言いたくてこの動画にさせていただきました。私はねこの動画を見ている皆さんにすごくね期待してますし信頼してます。絶対に私たちはね力を合わせればもう本当国を政府を動かしていけるんですよ。ですからもう政府に期待しても無理と思えば思うほどやっていきましょう。我々で期待したって無理なんだから。だから私たち自分たちの力に期待しましょうということで、ちょっと緊急動画といいますかね、私の思いをさらに伝えさせていただきました。ありがとうございました。コメントの方またねいっぱい書いていただければと思います。失礼します。